強く抱きしめて、その後はもう何もいらないよ。僕の未来も過去も何もかもあなたで満ちれば後悔はないよ。生きてる証し刻むの時間心を伸ばして、天秤なんて必要ないの。自分の惑わして、正義と悪など揺らいでしまうほど生き急いでいたエンドロールは、きっと神様の身勝手ないたずら、汚れ役だろうと意図はないよ。矛盾だらけお互い様の汚れ話とセイクラフェ、首の皮一枚外に割れ、あがいてちゃしらじらしいね。ひとひらの想いを届け届け、土地を巡らせて、一途に見つめますわけなんて必要はないよ。見てみてありがとう。よかったらチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォロー、 Insta、 TikTok のフォローよろしくお願いします。バイバイ。この夜を